先週の25日月曜日、ヴァンフォーレ甲府のオフィシャルスポンサー山梨トヨセット株式会社がヴァンフォーレ甲府のフォワードピーター・ウタカ選手に車両を贈呈しました。贈呈式では初めに山梨トヨペットの山下誠常務取締役が、この車に乗って J1 復帰に向け活躍してくださいとエールを送り、ジャンボキーを宇高選手に手渡しました。今回贈呈された車両はトヨタの人気 SUV CHR です。カスタムスタイルとなっていて、最高の乗り心地と最新の設備を持ち合わせた素敵な1台です。続いてヴァンフォーレ甲府の藤原社長がお礼の言葉を述べた後、ピーター・ウタカ選手が、素晴らしい車に乗って家族と出かけたいです、今シーズンも最後まで応援よろしくお願いしますと感謝を伝えました。そして宇高選手から山梨トヨペットへサイン入りユニフォームがプレゼントされました。この後宇高選手は早速贈呈された車両の乗り心地を確認し、車両の操作や設備の説明を聞いていました。宇高選手は贈呈された車両を気に入った様子で、最高の笑顔で帰路につきました。一方、26日火曜日には県議会議員で作るヴァンフォーレ甲府を支える県議会議員の会が、法人サポーター会員の申し込みを行い、ヴァンフォーレを激励しました。式にはヴァンフォーレ甲府の藤原社長と県議会の笠井議長、それに各会派の代表議員が出席し、はじめに笠井議長が藤原社長に法人会員申し込みの目録を手渡しました。これを受け藤原社長が選手全員のサインが入ったボールを笠井議長に手渡し、お礼の言葉と J1 復帰にかける意気込みを語りました。開幕戦が3月17日にありますけど、そこでまた多くの皆さんに集まっていただいて、しかも勝ち試合をするということを、目指したいと思います。また今年1年よろしくお願いいたします。今回申し込みを行ったのは、法人サポーターのプラチナ会員一口とシルバー会員一口の合わせて8席分です。山梨県議会では2006年にヴァンフォーレが初めて J1 昇格を果たしたことを機に、議員一人一人が個人クラブサポーターとなりクラブを応援してきました。また2008年からは議員一丸となって応援しようと、ヴァンフォーレ甲府を支える県議会議員の会を結成。毎年法人会員の申し込みを行い、ホームゲームを中心に応援しています。今年も新しい素晴らしい選手も加入しているようですので、ぜひJ1 復帰を目指して頑張っていただきたいと思いますし、今ちょうど長崎知事も総合球技場の前向きにというような話が出ておりますから、ぜひJ1 復帰していただいて、その論議にもこう盛り上げをしてもらえばいいなと、ぜひ私どもしっかりまた最後まで応援をさせていただきたいと思いますけれども、期待をしています。山梨県議会では地元山梨を盛り上げるヴァンフォーレを今後も応援し続けていくとしています。